じゃあ3、4年前ぐらいから、はい、シーズンからつけさせてもらってます。最初にデザインがかっこよくて、自分で買ってつけていたんですけども、日本ハムの中田翔さんから紹介していただいて、で自分の番号をつけて、いただけるということになったので、そこが本当にきっかけだと思います。つけるときとつけないときだと、キャッチボールしたときの感覚がすごいバランスが取れてるなというのを実感できたので、それではつけてみようという気になりました。ここ最近はつけてないときがないのであれなんですけども、最近はもうずっとつけて投げているので、多少は力になってくれてるんじゃないかなと思います。かっこいいと思います。ゴツゴツしてかっこいいです。毎年この41番を入れてもらって作ってもらってるんですけども、今年もまたかっこよく仕上げてもらいました。バンデルを使用させてもらっている選手として、しっかりいいプレーをして、バンデルをつけているからいいんだなと思ってもらえるような活躍ができたらと思ってます。今シーズン、チームの日本一に少しでも貢献できるように僕自身頑張っていきたいと思いますし、またこれをつけてしっかりいいパフォーマンスができるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。